そう、なんかヒラパー結構レトロやった全部。乗り物が、もうほんま、基本全部、その場で回転する系しかない。メリーゴーランドもそうやし、コーヒーカップもそうやし、それと似たようななんかタコの足に乗ってくるくる回るやつとか、あと、なんか消防車に乗ってくるくる回るやつとか、なんかそういう系統しかないから、正直そのアトラクションとしてはそんなに面白くないと思う。なんか一応、あのヒラパーってアトラクション乗り放題のやつ、 プラス入場券で4000円みたいなやつとその入場券だけで2000円ちょっとぐらいで確か入れんのかなそれプラス、まあ、乗り物乗るんやったら500円のチケットちょっと買うとかなんかそんなんがあるからそれで行くんがおすすめかなと思ったねあとチロスは美味しくなかった、まあ、その,あのその日の人が下手くそやっただけかもしれへんけどどこにあるのこれたまあの美味しくなかった <laughs> なんか湿気出たね やばいやばい。ちょ、こ、あれこれ何どうするんのやったっけ黄色いとこ取りに行くん忘れてたな。よいしょ。なんか、もチャットしてて。サク、サクってしてんのが俺は好きやねんけど。もちゃっとしてて。いやあんまよくなかった。あ、SS になた。いや、普通ちょっと円末強いんよな。ちょ、どうしようかな。これだって15秒間 SS 封印で、これ SS 打たれてもまた15秒間 SS 封印で、で、SS 打ったらまたスペシャルゲットするから相手。<laughs> <laughs> バケモンだよただ相手1 0全然溜まってないなこれは売ってるなオッケーギリセーフナイスえー、あそうでその平ーさクリスマスの日雨降ったやろ大阪だけなんかなちょっと分からへんけど雨降ってやばいビショビショのまま2時間ぐらい並んだアトラクションあったわ <laughs> マジで屋根も何もなく え、これどうしたらいいのこれ。エリザベスってさ、当てたら跳ねる全然跳ねてるわ。うわおやばい、普通にカツラやばいやん。どうこでって、はい。助かったよ。やばい、爆発する。わ、しかもそうか、この子の溜まって、入れ番するやつか。普通に結構やばいな。はい。え、スマッシュもやばいやばいこれ次元爆弾みたいなやつやばい。あ、これ、使って OK。これ、やばいやられた。<laughs> 強いやん、カツラ。なんやねん。 どうしようかな。ウェルナーあえてノクバムコやな。ノクバムコで行くか。え、でもさ、この子得意上になるまでに結構失点しちゃそう。光を見つけるってとこあった。ロ。で、ズラ。はい。ロ。はい。アーゲー。ウェルナーこれ対応力が神はこれからも絶対活躍するわ、これ。ミュウエとユミノクに行きたい。なんかミュウェの等身でパネル当たってる人おったら、もう、 3ヶ月ぐらい前な気がするけど。あ、これ得意状態解除あるんかてか、光どこ <laughs> 今あったわ <laughs>。あ、普通にソアラ嫌やな。ちょっと、やめてくれよ、うん。ちょっと大きくなろう。それ何それ何 ?SS か。これ、ネット前で叩けるかもせえへんけど、ちょっと。怖いから、やめとこう。ん抜けたラッキー。私<は> 1>, 1月ぐらいにパソコン8台あるうち2台が iOS のサービス切れるから、買い替えないといけない。 ドうドゥ iOS のサービス切れるなんてことあるんやば、今度は決まれへんやん。どうすんのやば、決まれへんやん。あ、決まれへんやん。真ん中やったら全貼れするんちゃうん、これ。ここらへんから。やばマジかし、これは通る、はい。やばい普通にエリザベスやばい。取 <laughs> りすぎやって。ノックワクチややめて。 あれちょっと、ちょっと得点力かけるか。でもタイミングよく爆発すれば決まるよな絶対。ええー、やん、カツラ。はい。スライスでいい感じ。うわ、抜けへんな。なんか爆発うまいこといかへんな、相手。はい。はい、DSS 打つな。くそ。いけえ。い <laughs> じゃ、跳ねるんよなー。 いや、無理やでんな。一回スライスか。一回スライスして、で、こっからまっすぐにスピン。でもな、これ対、反対側で打ったら、あーやばい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 。エリザベスに当たるから、相手コース絞れるよな。普通に強くね相手もうでもうわ、やばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやられた <laughs> 強いや、オカツラ。やるね。相手の編成でなんか全部おもろいキャラ入ってんな。いいね。はい。SS ハイク取っていく。はい。 で、まあ、爆弾がなければ別に、ごめん、取られんかったわ。いや、取れるはず、今のはちょっと俺が下手くそやつでんけど。それはそんなに焦らなくていいはず。ウェルナーって一回解除されたらさ、また、ロスラロスピーで特殊状態になれるんかな。よいしょ。いいんちゃうこれ。いや、これ決めようないよな。あ、普通にやばくねよいやん。おぉ、やばいやばい。やばいやばい。<laughs> これで防御一回すると。はい、これ抜けたね。ナイス。 うん。ーサさんの声眠くなるの分かるけど、僕の声は分からん。ああ、なんかさっき言ってたね。02の声と一緒みたいな。うん、SS くんの相手。これ決め時、はい、でかいね。ルッチャーに高いとこスマッシュあれば強かったあ、ね、それね。ミラージュスマッシュ強いもんな、マジで。あ、相手は SS 撃てる。はい、取ります。で、これは絶対取る。落ち着けば取れるよ。はい。やばーいやばーい やばーいめっちゃノックバックするあっこい、はい、やばーい <laughs> よいしょいいんちゃうこれでこれでもうちょいエセス食べたいでやばいやばいよくない <laughs> くそ <laughs> 強いって爆弾ちょっとこれ多すぎるんような爆弾避けようがないレベルにあるやんあ待ってエリザベスはんこうやって片方に寄ることもあるんや真ん中エエスじゃないとあかんねんなコーナーとあれやね ルナで結構得点できてしまうから、カツラは絶対真ん中フリックの SS じゃないとあかんね。フリックというか、タップの SS じゃないと良くないね。これは買ったでしょ。あ、でもこれでも跳ねるんか。<laughs> そんな、あロブやな。これロブで、あ、ロブは跳ねんのこれはちょっと違うな。話違うな。これ無理や。ああ、ほんで一緒かも。そんな真ん中とか関係ないかも。いや、やめて。俺レフコると。はい、これで後ろから同感してみて。で、ボレー。 ワン,チャンこれ大きくない方がいい。いや、でも大きくなかったら吹き飛ぶもんな。でも吹き飛ばへんぐらいに。で、吹き飛びそうだったら巨人になるみたいな。そういう戦い方もありか。あ、来い。うててて,てでちょ、まだまだま、今じゃない。もうちょい爆弾がえぐいとき。あ、そう、今、今これタイミング合いでバッチシみたいなときに大きくなるといい気がする。で、精査を遅いから、簡単に取れて、はい。エリザベス当たる。一回ちっちゃくなっとくか。やば。いや なんだ強いんすけど。やめてよ。<laughs> よいしょ。あ、そう。久しぶりにライブ配信。どうもどうも。冬休み入ったんでね。ちょっと一回やっとくかな、思て。よいしょ。やっぱ <laughs> はい、一回ルー。やばいやばい。ちょ、っと,っと,っと,っとあ、いいんじゃん。定番の。はい。ね、冬のね。冬 <laughs> に、あ、ルナ定番だあったーっていうやつね。いや、これマジ用あるんよな、俺。ルナの対面。やばい。やばい。タイトルだ。でも軌道見えるから。 なんかこの爆弾ないところのこことかに立つみたいなのもありかもしれない結構よくね今の戦法これで前から、うん、やらかした前からさ巨いきなり巨人になって早い球打つとかあとレフコス撃つとかさよいしょれいこれ一回シャキンってして来たんちゃうナイスメリゴ,ゴ乗れないんだよね酔うから僕マジで いや、俺は多分乗れる。あ、勝った。え <laughs> よかったな、カツラ、普通に。